スパイシー。どうも、後藤スパイシーでございます。本日は第2回目ということで、非常にくだらない散歩番組をねやっていきたいと思います。本日はもう後ろに見てます、こちら下北沢駅です。もう東京来て7年8年になりますけど、下北沢はねもうライブとかでね、来てるんでね、その魅力をねお伝えできればと思います。ちょっとね散歩してみたいと思います。じゃあ行くよ。よろしくウィンパウダー。はい、カット。はい。じゃあということで、下北沢ね一番行きたいところあるからそこ行くわ。はい、下北沢で一番いいとこ教えておくれ。下北沢来ます？よく。僕はあんまり来ないです、ね、あ、これあるあるだけど、下北沢ってあるやん。下北沢っていう地名ないって知ってる？これは一つ教えてやるよ。ここあれだ、あの飲み屋街があったじゃん、線路沿いのなんか途端でさ、バーってなんか40店舗ぐらいさ、狭い道でこっちにあったよ。ここに踏切があったんだよね、確か。あった。で、あそこにあれだ、歩道橋があって、綺麗になっちゃったよ。散歩のスタートは喫煙所からなんです、ね、いやもうそれはね、もうそうですよ。一回しばかないと。しばいてるんですか？一回しばいてる。今エンジンみたいなもんなんですか？エンジンじゃない。何ですか？夢？え？ということで、まあ綺麗になったから道がね補正されてるんですよね、ここら辺、駅前だから一番街すぐ行けるっていうね、利点がすごいですよね。そう、飲み屋街がやっぱなくなってしまったのは良くないらしいよ、下北の人たちは。知らんけど。古き良きを残さないというね。東京オリンピックのせいなのよ、全ては多分。知らんけど、下北のいいところってめっちゃ自由に歩けるところだと思うんだよね。車は通らない道多いじゃん、狭い小道がいっぱいあるから、ここら辺とかで。本当だ、壮年の部、若者の部、自由参加制ってことはもう飛び入りで婚活できるってことだ。今日下北で婚活したいなって思ったら、あ、自由参加じゃんと思って行けるってことだ。あるよ、下北さん婚活したくなる街だからね。結婚したいですか？結婚？後藤さんの結婚観について。でも結婚したいけどね。なんでですか？え？一人の女を死ぬまで愛したい、それだけか。え？ここがね新しくできたとこなんだけど、入ってみよう。ここあの小田急の株式会社と、あの近松が、あ、貸し切りなんや今。ライブできんだよ、ここ。外で飲んだりできんだよ。寒いけどね。ザンギ丼あんじゃん、ザンギ丼。おぶねおぶね。一本入るとやっぱ小道もいっぱいあるし、めちゃめちゃお店も多いから。でも人いないよね、ちっちゃい小道来ると。 C 社屋、ここはよく行くの。 C 社屋すごいね、地下で広い。あ、広いんだ。広いです。ほらもう逆さだから、下北沢逆行くから、サブカルチャーの街だから。そう、その現れなんですか。そうそうそう、ここはね、こっちは多分北口の方なんでね。あんま北口はね知らない、南口ぐらいしか俺は知らないんだけど、ここはねよく行きますよ、この居酒屋は。今なり生ビール190円だね。月曜50円だって。いやいや、もうゼロじゃん。ただだよこれ、生ビール50円って。こっち行くと東だから、東北沢があって、ね、あっちは幡ヶ谷笹塚、こっち三茶か。最近なんかあんま外歩いてないからぶつからない、よく人に、人とか犬とか猫とか。鈴なり、俺鈴なり行ったことないんだよね。喫煙所あんの。でもあれはもう
あそこを使ってる人しか吸えないだろうな。すごくない？この建物。ちょっとだけカンボジアみたいになってるの、この下北沢に大きな道路は作らないでって。ほら、取り消しを求めてるの。やっぱ大きな道路ができると、やっぱ歩行者天国みたいな、仮の歩行者天国みたいになくなっちゃうから、なんだろうな。あ、ここにビビビがあるんだ、知らんかった。この世田谷ピンポンズさんがよくライブしてんだよね。ここで、ここで小説家だから。あの、これは何なん。あ、ディスクユニオンか。俺こっちが来たことないな、全然全然来たことないわ。え、知らんの、民邸。河本ヒロとかバイトしてた紅生姜チャーハンの店。知らない。マジで、もういいか。じゃあ知らないならいいか。いや、いいよ、知らないならいいよ。視聴者の方、知らない。河本ヒロと知ってる。ブルーハーツでしょ。そうだよ、知ってますよ。それ向こうだよ、もう通り過ぎてる。なんで行かないの。え、でもここ、ここ民邸ですよって言うだけだよ。俺がいいの。中華料理屋。うん、あそこ江戸っ子ラーメン民邸。そうそう、だから伝説のお店と言われている。まだやってる。全然やってる、やってる。有名店だよ。下北沢といえばどこを思いま、飲食店どこを思い浮かべますかっつったら、みんな民邸だよ。これ民邸ですね、民邸。でここはもう下北沢の飲食店どこって言ったらもうここっていう。河本ヒロトさんが働いてたところ、ね、ないです。一回もないです。あんまこっち、やっぱこっちが来ないね。でもずっとね、やっぱ南西の方というか西南、南西、まあそっち側行っちゃうんでね、うん、ほらもうみんな行くやん。ここも美味しいっていう、ね、カレー屋ポニピリカ聞いたことあるっしょ。ない。ないけど。全然ない。知ってるだけ。知ってるだけ。いや、下北って知ってるだけの街なんだよね、多分みんな。そう、下北沢押さえときゃ東京なんとかなるんだみたいな。あ、でもここはもう本田劇場とかさ、劇場の通りだね、ここは。演劇もやっぱ、てか演劇が先なのかな、下北って音楽よりかは。まあこれがもうやっぱこっちは、これめっちゃもう有名人出入りしてるよ今。やっぱ下北はね、やっぱ僕の中ではもうライブハウスだから。あ、そうだね。だって札幌の時とか下北沢憧れてたもんね。ちょっとコーヒー買うか。タバコ吸おうぜ、ここで。タバコ吸いたいだけ。いや、俺コーヒー飲みたい。コーヒー飲みたい。イライラしてる。イライラしてます。イライラしてる。イライラしてる。人の多さにイライラしてる。ブラックでいい。あ、ブラックで。うわ、結構雨降ってんじゃん。下北沢のタバコっていうのはサブカルチャーの味。え、ひょうじゃん、ひょう。ほら、ひょう降ってる。ひょう、雪だ、雪。雪に変わった瞬間見た今。雪だよ。雪止まんないんだけど。わかりづら。あ、ほらほらほら、これ雪だ。東京で初めて雪が降った人認定しましょう、今日。私はここはタバコ吸えるからね。吸っていいところだよね。路上の喫煙。あ、ほらほら、雪が。ほらほら。雪国で生活するコツとかあるんですか。でもあったかい格好するとか。やっぱり。あとこたつってあんまないんだよ、札幌で。北海道に。ストーブだから。灯油のストーブがある。エアコンもついてないところ多いよ、まだ。で、俺の実家ついたのだって3、4年前だもん、エアコンついたの。夏は涼しいしね。でももう地球温暖化でみんなあの二酸化炭素吸って入ってるから、酸素吸って入ってるから、酸素吸って二酸化炭素入ってるから、どんどん地球温暖化が進むのよ。これは良くないことだな、本当に。でも東京は寒いですよ。東京はね、雪国の人寒さについてよく言うじゃん。そんなことない、東京の方が寒いよ。俺札幌から来てからすげえ東京寒いなと思ったもん。で、札幌寒さ感じなかったもん、どんどん。冬でも。うん、なんか寒いなって思わないもん。あ、冬だなって思う。
や本当本当に、だから東京来て本当に寒いの、今の時期一番寒い、風が、多分風が寒いんだろうね。まだそんなに下北は回ってないですけど、どうしますか、これから行きたいところとかあれば。やめるか。古着屋はやっぱ多いね。古着屋はやっぱ沖田口のイメージなんだよな。なんでも楽しい年頃だよ、本当に。何をしても楽しい。でもね、あの時代に戻りたいなって思うよね。小学生だって俺、うんこって言っただけでめっちゃ爆笑してたよ。そんな時代があったのにさ。今も笑ってません、うんこで。うんこで笑うけどさ。全然笑うけど。どこ行くんですか、今から。そう、ライブハウスがあるんですよ、近松っていう。ちょっとタバコ吸わせてもらう。許可取ったからいいよって言われたから。そう、そう、あのタバコ吸いに来ただけだから。そこが入り口なんだよね。おしゃれだよね。かっこいいですね。そう、俺の名前とかないんだよね。爪痕残してあのできた時にイベントやったのよ。いろんな人呼んで、その日俺が作りますみたいな日で、で、あの開店記念周年、あの開店記念イベント、月間イベントみたいな、俺もぶち込んでもらって、ありがたいことに。スタンディングで多分70、80、100入るか入らないかぐらいだけど、その時来たの7人ぐらいのお客さん。やっぱカレー屋も多いんだね、下北は。カレー激戦区じゃない、やっぱ。あとここ聖夜ですね、聖夜ラーメン屋はね、もうめちゃめちゃよく行く。500円、ラーメン500円。こっちは結構ね、静かめな感じの地域に入ってくるけど、まあ、ライブハウスも意外とある、本当に。うん、この前飲みましたよね。そうっすね、そう久しぶりっすね、この前。はい、結構久しぶりっすね。そうっすね。何されてるんですか今。あの撮影してて、あの YouTube の、あ、なんか言ってましたもんね、やってるみたいな。そう、はい、あの渋谷のあれですよね、夜の。あ、そうです、あの渋谷、あ、後ろ、あ、下北いるんすか、よく。そうですね、ブラブラ割といますね。ああ、なるほど。はい、割と歩いてます。そうなんです。なんか頑張ってください。いや、とんでもないです。はい、ちょっとまたチェックします。ありがとうございます。はい、です。知り合いですか。そうっすね、いや、そうみたい。え、いや、わかんないけど、名前とかって覚えて。他行。この阿蘇屋寺ですね。ここカレー屋さん。行ったことありますか。ここはある。あ、ここはある。ここある。唯一あるかもしれない。ちょっとカレー食べますか。食べたい。今15時ぐらいだけど。知り合いいる？税交渉してきて。交渉してる。店長さんが知り合いなんですか。そうですね。音楽の、そう、一緒にライブしたことはあって、それ以来。結構やられてる。そう。チキンかビーフか野菜かキノコかスペシャル。で、野菜の、セットでコーヒー、ホットコーヒー一つとビーフ一つで、はい、それでお願いします。今度インド行ったらさ、俺一つ企画考えたの。ガンジーと同じ道たどる、歩いて386キロ塩の更新したいんだよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うまそう。いただきます。スパイシーとか言わないから、普通に食べるだけ。うまい。めちゃめちゃうまい。てか、ササイキティ見てる？見てないよ。え、なんで見ない？全部同じかなと思ってて。明日あげる？今日の夜か。ポークビンダル作ったの。ポークビンダルめっちゃうまいよ。見る？あげたら見る？見ない。なんで見ない？行かれてるよ。いや、夏エジ美味しいわ、やっぱ。一言で言うと、どんなカレーでした？一言で言うと、親父っぽかった。ん？ちょっともう一回やっていい？一言で言うと、一言で言うとね、スパイシー。
あんま来ないでしょ。初めてこんな回ったんじゃない、元日的に言うといい街でしょ、じゃないですか。あんま好きじゃないかもしれない。なんでここまでを紹介したのに。下手です。マジで下北はねカルチャーの街だから、やっぱいるだけでおしゃれになるよ、なんとなく。しかも住む街だからね、下北沢って。訪れる街でもあるし、めちゃめちゃ住んでんだよ人が。見たいとは思わない別に、うん、知り合いが多いからね。あんま知り合いに会いたくないんだよ。後藤スパイシーにとって下北沢ってどんな街ですか。僕にとって下北沢は東京。ダメだ。つぶやく夜のこと、真夜中のことを。